こんにちは、スレアというノベルちゃんと梅ちゃんです。ということで今日はなんと2月14日といえば2月14日といえばバレンタインじゃん。バレンタインといえばチョコ。チョコもらった。ラブチョコもらったんだよ。チョコもらった。そう、バレンタインの時にチョコもらって、うん、やっぱさ、でも今ね、うん、いつ今は2月14日。あ、そうなの。2月14日違う、オッケー違う、2月14日です。2月14日じゃない。今日2月14日にバレンタインの時に、うん、もらった、ね、4月27日27日、もう2ヶ月経ってる。はい、マヤさんからこうね、プレゼントもらって、でその時ライブの時に、うん、いやこれちょっと YouTube の動画使わせてもらいますねって言ったまま今ね、今ま、はい、まあやっとこね、味覚検定チョコレート。あー、何のチョコレートかわからない。あなたは自分の味覚がいいか悪いか正しく認識できていますか。私たちは普段の食事から甘い、しょっぱい、酸っぱい、苦い、うまい、これら基本の5つの味を感じています。わかった。味覚検定チョコの中にはこれら5つの味を添加したチョコが1つずつ入っており、食べ比べしながら楽しく自分の味覚力をチェックすることができます。おー、自分の味覚力を知ることで味覚を育てる第一歩を踏み出しましょう。味覚自信ありますか。ないですじゃあ本当にね、本当にベロちゃんね、うん、ね、本当に味覚クソだよね。もう全部クソだね。どんだけクソかって言ったら、うん、まずメキシコからベロちゃんが日本に来た時に、うん、うちであの柿育ててるの、柿、あはは、フルーツの柿あるでしょ。ある。で俺とお父さんでいたずらでベロに渋柿をあげたの、うん、そうしたらベロは渋柿を甘い甘いって食べるの。あ、めっちゃ美味しかったで、ね、それ頭おかしいでしょ分からないけどでしょ、うん、その後俺とお父さん顔見合わせ、見合わせて見て、うん、えこれ渋柿だよね、渋柿2人俺とお父さん食べちゃったのそしたら確認したかった確認、そうだから、うん、甘い甘いって食うから、うん、お父さんがそんなのありえないよって二人食べて、うん、超渋い、渋い超やばい。本当に、でも美味しかった。今もう一回食べればまあ美味しいかどうかわからないけど、まあ、そんな味覚のわからないベロちゃんの対して味覚検定チョコレートやってみたいと思います。イエス、オッケー、食べよう。マナさんありがとう。お、すごいおー、すごいね。おー、すごいすごいすごい。ちょっと待って、こんな感じ。あ、でももう数字書いてある。こんな感じ。これも説明がありますよね。1番、2番、3番、4番、5番のチョコにはそれぞれ、うん、甘み、塩味、酸味、苦味、旨味のいずれかの味が添加されています。どの味がするか考えてみましょう。 OK。 で、1番が書いてあるから、うん、数字を書いて、うん、1番は何って書いて、で5番は何？え、だから分かんないんだよ。答えがこの中にある。あー、OKOK。答え合わせ、この中にあるから、まだ開けちゃいけない。じゃあ、とりあえずこれで、これが、ベロちゃんは黒で丸ね。俺が赤で丸するね。あ、OK。じゃあ、1番から一緒に食べる。じゃあ、2人分ってことはね。2人分ある。ナンバーワン。1番。はい。むずい。味ある？せーの。あ、一緒。ほんと真似しないでほんと苦い。同じ。ナンバー2。せーの。分かった。あー、一緒だ。一緒。やば。おー、なんだっけ、酸っぱいよね。一緒じゃん。酸っぱい。酸味。3番。せーの。これ、あれだな、分かれ道だな。はい、
ベロちゃんは一つの難しいのは私旨味の味ってわからない白い甘い甘いなんか私甘いか旨味だけど旨味の味がわからないじゃあこれとりあえずねベロちゃんが甘み俺が旨味いやでもこれでここで分かれる、うん、ここで多分勝ちか負けが決まるそっか、うん、で次のが甘いの来たら俺の勝ちああまあそうねそうじゃあ4番はい4番はい4番でーすせーの、はい、何これ私うまみどうするはいじゃベロちゃんがうまみで俺が甘み、はい、こんな感じね今うん見るかな最後の5番最後塩じゃんでももしかしたらあこれ甘いやつだってなるかもしれないなったら2人とも同じ味覚クソじゃんそうだよねやばいぞこれこれベロニーに負けたら恥だ恥って言うのシェイムそうなのせーのあ、もうこれこれじゃん合ってるじゃんまずい気持ち悪い分かったえ分かんない塩でしょうん、塩しょっぱね私そんなにしょっぱってならないけどあ、うんうんあ、じゃあ結果は二人ほぼ一緒なんだけど旨味と甘味で分かれたね俺勝ったらベロちゃん1週間ご飯なしなんでだよで俺負けたら1週間ご飯なしせーのあ、買ったね俺買った買ったねゆうひ買ったね買った買ったはい、1番苦味、2人とも正解2番、うん、酸味、2人とも正解、うん、3番、旨味うーんベロちゃん残念残念だ残念だ棒読みもう今でもさ、旨味の味ってよくわからない、うん、旨味の味わかんないねうんじゃあもう一回マナさんもう一個送ってください2月14日のバレンタインにもらって4月になってしまったけど、うん、もうすぐ5月だよもうすぐ5月あの楽しくいや本当にベロちゃんと俺でだいぶ楽しく食べさせてもらいました、うん、本当に楽しかったです、はい、ありがとうございます、はい、マナさんマナさんねマナさん多分今まで一番なんかチョコ、うん、なんていうの食べるのは楽しかったそうだね今までね多分人生で一番チョコ頼んで食べるの楽しかったかもしれないそう考えだと普通さ美味しい甘いでおしまいじゃんなんか形かわいいとかねそう、うん、今なんか食べてえ何味みたいな何味ね楽しかった本当にありがとうございます、はい、でぜひぜひあのみんなもマナさんと仲良くなればマナさんが送ってくれるかもしれませんイエーイはいアディオスアミゴスアディオス